クリス・テイラーは、アメリカ合衆国のレスリング選手、プロレスラー。ミシガン州、ドゥアジャック出身。1972年のミュンヘンオリンピック男子、フリースタイル 120kg 級銅メダリスト。クリス・テイラーとも表記されていた。アマチュアレスリングでは、ハイスクール時代の3年間で60戦中58勝2敗、アイオワ州立大学では2年間で88戦中87勝。 平敗一引き分けという戦績を残す。1972年のミュンヘンオリンピックではフリースタイルの 120kg 級で銅メダルを獲得。同大会ではローラン・ボックの終生のライバルとされるウィルフレット・ディートリッヒともグレコローマンとフリーの両スタイルで対戦。グレコローマンではディートリッヒにスープレックスで投げられ敗退したがフリーでは判定で勝利を収めた。 その実績をやはりオリンピック出身のバーンガニアに見込まれ、同じくミュンヘン五輪に重量上げで出場していたケンパテラと共にスカウトされてアワと契約。1973年12月8日、ミネソタ州ミネアポリスにてレネグレーを相手にデビュー。同月には若手時代のリックフレアとも連戦した。翌1974年は1月18日に シカゴのインターナショナルアンフィシアターにて同じく、オリンピック出場経験を持つマットドッグバションと対戦。以降もベビーフェイスの大型新人として、ムース・モロースキー、ジミー・バリアント、バロン・フォーンらしく、デイ・スティーブンス、ラリー・ハイニエミ、バディ・ウォルフ、オックス・ベーカー、スーパースター・ビリー・グラハムなど、様々なタイプのヒールと対戦して、キャリアを積んだ。1975年は、 アンドレザ・ジャイアントや、ダスティローデスとも、イワンプとスキーを交えた6人タッグマッチでトリオを組み、また当時アワーに参戦していたキム・ドクともたびたび対戦。フロリダ、ジョージア、カンザスシティ、ノースカロライナなど NWA の主要テリトリーにも出場しており、フロリダでは、ボブ・ループ、ジョージアでは、アブドーラ・ラザ・ブッチャーとのシングルマッチが実現した。1976年は、 ニューヨークの WWWF にも登場し、3月29日のマディソンスクエアガーデンにおける定期戦でバロンシクルナに勝利。本拠地のアワでは、4月から5月にかけて、ニックボック・ウィンクルのアワ世界ヘビー級王座に再三挑戦した。9月から10月にかけては、当時の西ドイツにも遠征、ホースト・ホフマンやオット・ワンツを、はじめ、新日本プロレスから、 海外修行に出ていた小沢正史や藤原義明とも対戦した。同年11月、全日本プロレスのスーパーパワーシリーズにテーラーをコーチしたビル・ロビンソンと共に後半戦、特別参加で来日。12月2日の川崎市体育館にて、ジャンボ鶴田の試練の10番勝負第7戦の相手を務めたが、1から1のタイスコアの後、場外で、 ジャンピングボディプレスを自爆してリングアート負けを喫した。来日中はブッチャーと組んでジャイアントババアンドザデストロイヤーともタックマッチで対戦している。1977年に体調を崩し引退を余儀なくされ、1979年6月29日に狂心症で死去。29歳坊津。ありがとうございます。